今回お話を伺いますのは阿蘇市坂名市にあります、京都大学火山研究センターの教授でいらっしゃいます大倉先生です。よろしくお願いいたします。あのここの京都大学 の、うん、あの研究センターはもう90年近く、はい、阿蘇山をですね、はい、あの研究をされているんですが、うん、阿蘇山というのはどんな火山になるんですか？とですね、日本の活火山の中でも活発に噴火を繰り返す火山で、うん、最近は20年ぶりの噴火でしたが、それまでも10年から20年のサイクルで、マグマ噴火から水蒸気噴火を繰り返してきた火山ですよね。で昔は多くの犠牲者を出していた、はい、火山であります。で特徴としては、普段は穏やかですので、うん、観光客の方が手軽に近くまで近寄れる火山で あると思います。さて阿蘇中岳の火口なんですけれども、うん、はい、2月28日に火口見学が再開した後にですね、少し心配な状態ということで、うん、今は、火山防災会が、うん、あの立ち入りをですね規制をしているところですが、自主規制されたということで、はい、今はそのどんな状況なんでしょうか、その火山の状態というのは。ですね、はい、まあ、これ去年の7月の写真なんですが、はいはい、まあ、これと大体同じような状況です。これ、うん、あの北側から見た写真ですが、はい、南側からガスが出てて、うん、でこれ博物館の A カメラの下にも噴気地帯があって、はい、ここからもガスが出てると、うん、で全面いだまりの状態が続いているという状況が、うんうん、私あの3月3日にもここ行って見てきましたが、はい、うんうん、あのほとんど変わりはなかったです、うん、若干湯の量が減ってるかなということですが、それはまあ冬ですので、うん、はい、そういうこともあるかと思いますが、はい、こういうような状況です、はい、あの気象庁から の、うん、あの観測によりますと、そうですね、はい、3月2日の時点で少し火山性微動が、うん、あの孤立型微動とかですね、はい、あと火山性地震も少し多かったということで、うんうん、はい、あのその頃から気象庁の方とも情報交換を しておりますし、私もあのここでもあの地震の観測をしておりますので、うん、あのあ増えてきたって、あの、うん、ちょっと間が悪いなっていうような感じを受けておりました、うん、はい、あのニュースとかでよく耳にする火山性地震だったり、はい、その孤立型微動、はい、その言葉の意味から少し教えていただいてもいいですか？はい、火山性地震というのはその名の通り火山の近くで起こる地震のことの総称、うん、あの総称ですよね、はい、あの全てを火山性地震と言います、うんうん、で正確には孤立型微動も火山性地震に含まれるんですが、阿蘇、うんうん、火山に特有な現象で、うん、やや継続揺れてる時間も長いで、で揺れる周期もちょっと長い地震が、うん、あの普段から起こってる、それを静穏な時から起こってる地震で、うん、最近の研究では、火口の下に火山ガスの通り道があって、はい、でその通り道自体がこう揺れてることによる、うん、地震、まあ、であるというふうに考え、まあ、それを阿蘇火山では孤立型微動と呼んでおります。その孤立型微動がやや多い、うんうん、そうですね、状態が火口見学再開の後に起きているということなんですね。そうですね、まあ、あの先ほどお見せしましたように、はい、若干数も揺れ幅もですね増えてきているということですね、うん、いつもだと、うん、まあ、これ例えばこれ、見学再開前の2月24日で1日分の地震波形の記録になります、はいはい、1時間分ですが、まあ、あの地震は、ね、起こってるんですよ、まあ、こういったところに孤立型微動が起こってて、これがまあ火山性地震ですよね、まあ、こうしたものがですね、はい、3月3日になりますが、先ほどのより明らかに数がこのピンピンピンというのが多いのが分かりますし、こういった孤立型微動のところも若干揺れ幅が大きいかなというふうに見て取れる、見ていただけるかと思います。そういう状態が続いている。ただしこれはあの噴火警戒レベル1の範囲内でです。あと今そのこのガスの
通り道の、ね、はい、様子もだいぶモニターできるようになって、うん、今若干こう 開き気味なんですよね、うんうん、それがまあどこでとただ、急激ではないので穏やかに進行していってますので、うんうんうん、急激な変化ことは起こらないと思って、うん、表面現象は起こらないというふうに思ってます、うんうん、で地震って皆さんあんまり熊本地震の影響があるからかもしれませんけど、ほとんど体に感じない地震なんですね、ここで起こってるのは、うん、それがもうひっきりなしにですね、うん、1日何百回も普段から起こってるんです、ここ、うん、そういうようなところであると、それが、それはでもなぜかっていうと、マグマから抜けてるガスがですね、火口から出てくる、でそのことによってマグマ自体が出てこないで進んでいるという、うん、マグマをですねのストレス発散をずっとしてるし続けてる、それがまあ、普段の地震活動に現れているというふうにご理解いただければいいかと思います。ゼロから何百個になるんじゃないんですよね、今400個とか言ってるんですけど、400個ぐらいは、普通に起こってるんです、うん、ただ、気象庁さんは、ある程度の揺れ幅が、を超えたらカウントされるので、ある時急に増えたように見えるんですが、これ再び動って100が400って見えるんですが、実は、揺れ幅小さいながらも2、300は起こってるんですよ、そういうふうにご理解ください。その火口見学の規制に踏み切ったっていうところはどんな理由を、やっぱりより2014年8月から2がレベル2の状態が続いてて、はい、火口見学ができなくなってましたね、うん、でその間に何が起こったかというと、うん、2014年9月の御嶽の噴火がありました、はい、であの時はレベル1の状態で噴火したということと、うんうんうん、土曜のお昼頃ということで、はい、登山客の方がかなり、うん、数多くの登山客が亡くなられたという痛ましい事件があった、うんうん、まあ、そのこともあってですね、より安全な状態で安心して、火口見学してもらおうという、意識が皆さんの中にあって、うん、でそれがちゃんと共有されてたから、うん、自主規制されたのではないかというふうに私は、うん、理解しておりますが、今日本でいろんな火山が、うん、爆発したりとかですね、うん、さっき、はいはい、先生がおっしゃった噴火、うん、火山活動も活発なんですけれども、うん、やっぱりどうしてもこう不安が先走ってってしまうんですよ ね、うん、そうですね、はい、私たち一般的な考え方だと、うん、阿蘇もまたいつ噴火するだろうという、うんうん、ちょっと不安があるんですが、うん、そのあたりに関してはこれまでの先生たちが積み重ねてきたデータだったり、うんうん、そういうのはどういうふうに、一番長く観測しているのは地震の観測なんですが、うん、身体測定的な検査もしてまして、うん、山の高さを測るっていうような測量を1937年から京都大学では進めてまして、うん、でその結果によりますと、うん、1930年代っていうのは非常に噴火活動が活発だった時期なんですが、うん、その頃はですね、やっぱり山が今よりちょっと高かった、ちょっとって言って10センチぐらいなんですが、10センチ阿蘇駅からですね草千里までの高さを測って、はい、うん、出るんでずっと測ってるんですが、うん、それは今は昔より10センチ程度低くなって、うん、それはなぜかというと、うん、草千里の下にあるマグマだまりが今、まあ、ちょっと小さい状態で、昔はもうちょっと大きかった、うんうん、だから、隆起が起こってて山が高かった、はい、それが、その昔よりはマグマの量が減っている、うん、ということが分かってます、うん、でそれをそのやっぱりそのマグマだまりの量が多かったから昔の活動が活発だったというふうに私は考えておりまして、ですので 今はですね水準測量以外にも、はい、GPS とかですね、うん、カーナビに使われているような機器を使った測量を、ですね、24時間毎日しておりますが、うん、そういったもので高さの差っていうのはモニターしておりまして、うん、そうしたものがまだ回復はしてないということ、すなわちマグマだまりが、うん、昔よりしぼんだままであるということですので、大規模な噴火につながる兆候はないというふうに考え、1930年代ではですね、第一火口、今は第一火口だけから噴火ですが、はい、それ以外に第四火口
第二火口からも、マグマが噴出していたんですが、それはやっぱり たっぷりマグマがあったからですよね。で今はそうしたマグマがあんまりない。でしかも、普段はですね、ガスという形でマグマがうまく使われてるんですよ。うまくストレスが発散されてるようなとこなので、大きな噴火にですね、つながる恐れはないというふうに思っております。あのだとすると、その平成28年10月のですね、爆発的噴火があった前は、いろんな兆候っていうのはその気象台とか先生方では少し、あの把握はされてた。そうですね、先ほど水準測量以外に GPS 観測をしてます、したって言いました。水準測量でも、変化の様子が捉えられてましたし、GPS を始めたですね、我々が始めた2003年なんですが、それ以降の変動の様子を見ていってあげると、マグマだまりがしぼんでたんですが、それが徐々にそのしぼみ方がこう緩くなって止まって、でそれがまた膨らみ出して噴火に至るということが捉えられました。これはそこでは初めてのことですね。でそれでマグマ噴火が起こりました。でマグマ噴火は2014年11月に発生したんですが、その前から膨らんでたマグマが2015年3月までは膨らんでたんですよ。でそれが、またしぼみ出して、その後にマグマ噴火は終わりましたそういうのが捉えられてきてますね。でこれはやや長期的な話なんですが、そのマグマ噴火が始まる前には、孤立型微動が増えたり、連続微動ですね、今は全く出てないずっと地面が揺れ続けるっていう微動っていうのがあるんですが、でそういうのがずっと続いたり、その揺れ幅が大きくなったりっていう現象が捉えられていましたし、あと温度ですね、温度の上昇、下降点の温度の上昇でそれに伴う地磁気の変化、ガスの噴出量の変、増大っていうのが、見事に捉えられておりました。で2015年の9月のですね、水蒸気噴火の前にも、マグマだまりの膨張ですね、孤立型微動の増加、微動振幅の増大、ガスの増大っていうのが捉えられておりましたし、2016年の10月の爆発的噴火の前ですね、あの時はちょうど熊本地震の影響でちょっと地殻変動っていうのが非常に解釈 しづらかったんですが、9月末になってですね、2016年9月に、やっぱりマグマだまりが膨張しているということが確実になってきて、それで気象庁とも情報交換をしてです、地震の数が増えてきている、で微動も出たということで、おそらく水蒸気爆発が起こるだろうというようなことまでは予測できてたんですが、ただし規模ですね、いつ起こるかっていうその時期を正確には判断できなかったし、サイズですね、噴火の規模っていうのがなかなか分からなかったっていうのがありますが、それが分かるようになるだろうというようなデータはしっかり捉えることができましたので、今それを分析しているところであります。先生はこの後どんな推移でこの火山活動阿蘇中岳ってこう言っていくと思いますか？これね、難しいんですよね僕はすぐこれ収まってまた火口見学もできるかなっていうのが、8割ぐらいですね。でもしかしたら再膨張が起こったらという懸念もありますが、先ほど言いましたようにこれ去年の4月にも起こっているような現象ですので、こういうのを何回も繰り返すんだろうと思ってます。で、今のマグマだまりの動きを見ていると急激な変化っていうのは現れてないので、急激に何か大きなことが起こるという状況はないです、ないと思ってます。じゃあ今現在はストレス発散もできてて、そうです。人間で言うと、穏やかです、はい、健康状態、でちょっとね不機嫌に なったかもしれないけども、それで済んでるという、暴れ出したりはしてないということですよね。
じゃあ私たちの願いはこのままストレスない健康な状態が、そうですね、続いて続いてくれるといいですよね。また再びそうすると、またね、安全な環境で、ね、安心して、過去見学していただけると思いますね。レベル1は、ただしレベル1は活火山であることに留意っていう文言がですね、2014年の御嶽の噴火以降、つくようになりましたんで、過信はしてはいけないと思うんですけども、それほど恐れることはないというふうに思います。はい、ありがとうございました。はい。